エリソ・ビル・サラーゼは、ジョージアの女性ピアニストである。演奏家としてのみならず、教育者としても名高い。ジョージアで著名な音楽教師であった祖母・アナスターシアビル・サラーゼより、ピアノの指導を受けた後、トビリシュ音楽院を卒業すると、さらに、モスクワ音楽院に進み、ゲンディ・フネーガウスとヤコフ・ザークに学んだ。1962年に、 チャイコフスキー国際コンクールで3位に入賞し、1966年には、スビッカウのロベルト・シューマンコンクールで優勝した。スビアトスラフ・リヒテルと親交を結び、深く影響を受けたことでも知られる。デドルフ・バルシャイ、キリル・コンドラシン、ディッカルド、ムーティ、クルト・ザンデルリング、ボルフガング・サバリッシュ、エフゲニー・スベトラーノフ、ユーリテ・ミルカーノフ、アントニビトなどの著名な指揮者のもと、 世界の主要なオーケストラと共演して演奏活動を続けている。室内楽の分野でも活躍しており、オレグ・カガン、ナター・リア・グルトマン、ボロディン弦楽四重相談、タネエフ四重相談と共演し、録音も残している。モーツァルト、ベートーベン、ショパン、シューマン、ブラームスなどのヨーロッパの作曲家の作品や、チャイコフスキーをはじめとするロシア音楽を主要な、 レパートリーとする。特にシューマン作品の解釈には定評があり、リヒテルはビルサラーゼを世界一のシューマン奏者と称えていた。日本にはマスタークラスやリサイタルで頻繁に来日している。近年だと7月に鹿児島で開催される霧島国際音楽祭に出演している。1967年にモスクワ音楽院の教員に迎えられ1993年に 聖教授に就任し、教育者としても名高い存在である。1995年から2011年の間は、ミュンヘン音楽大学、2010年からは、フィレンツェのフィエーゾレ音楽院でも教壇に立つ。また、世界の主要なコンクールの審査員としても、活躍している。著名な弟子に、ボリス・ベレゾフスキー、アレクセイ・ボロディン、エマニュエル・リモルディなどがいる。 1969年にグルジア人民芸術家賞、1989年にソ連人民芸術家賞の叙勲を受けた本文の出展以外の資料、ありがとうございます。